B 番台で竹谷さん、ブリジット使いの竹谷さんです。はい、よろしくお願いします。Please select your character. そうそう、あ、そうかそうか。さあ、伝説の対決となんかみんな言っておりますけど、いつもロイさんはアインマンと対戦してるので、その時はそんなフレーズは出てこなかった、なぜでしょうかというね、皆さんの疑問に答えるような試合をしてもらえたらと思います。さあ、 A 番台 1P 側ロイソル、 2P 側マシャポーズ。さあ、グランドロイカー、今回からね、ニューループ復活やったねということで、皆さん再起しておりますが、まあ、どうだろう、もう一度通していく、空中投げ捉えて逃げさせ合い、さあ、かなりおー、エースを取ったが、そこから金です。これは中央に落とす、足置いて無理はしない、そして牽制、さあ踏み込んできたところ、空中ダッシュ返していく、ダッシュ向きな惑星ガイリーチャージからコパンコパン走ってないで、青木は右足に入り、バースト合わせて、さあどうする、無理はしない、あ、気づいたら体力差がついておりました、ライチュー落として、おーかっこいい、さあライチュー、から地上のノーマルチャージですね、ノーマルチャージって何だろう、新要素をしっかり使ってまいります。さあ、しっかり攻めて、今度はクリントをしっかり振りて、ジャンピーのサイドインが難しい。レイカー、カウンターヒットなので、金魚すごい。これは、中央から、端へ。が、ライオトを見てる。トパンから、よいしょ。さあ、ガードを固める、ロイソル。ちょっと引き寄せて、厳しい状況、円安から追いかける。前ハイから、チャージ。おー、うまい、ジャンプインがしっかりから、時計連携からのダメージ、スラッシュバックしっかりマフリールからの、あ、しまうかった。今のは 50%? 25? 嘘、マジで素晴らしい、25でそういった回が派生ですね。あ、どっちもジャスティスいますね、これ。どうしよう。じゃあ行っちゃうか。B 番台ハメンチュージャスティスに対するはエルジョニー、お願いいたします。さあ、ヤミ、ガゴブッコパン返す。マイビー、そしてこれは受け身が取れなくなりました、今回。やっぱりスーパーファイルだ。S、はい。決めた試合、決めたのはマチャオ。かいと思うから。そして A 番台、ヤクセルさんのメイト、レンコンジャスティス。ジャスティス何の意味？さあ、ジャスティス、レンコンジャスティス対するは、今回絶滅しそうなメイ使い、この話はヤクセルさんのメイです。さあ、そしてこの飛び道具、飛び道具は貫通してきます。たとえクジラを出そうが関係ありません、通過していきます。今イルカとか関係なかったでしょ、こんな感じでやばいです、やばいんですけど、近づかれたらどうするんだって感じですね。そしてテイガーさんも、テイガーさんと同じですね、空中ダッシュ、ダッシュありません、歩いてジャンプして頑張って近づくか、シューティングするかして、なんとかしてくださいという調整です。ただ通常攻撃の判定はめちゃめちゃ強いので、穴を打っているとぶっ壊されてしまいます。そして飛び道具を飛び道具で攻撃することによって、タイムアナック飛び道具を出し、
さあどうするかなっていう、まあ、こうやってねメインとかはこういう風におーやってるんですけどこの間テストメントでやってテストメントの FD ファントムが同じ属性でお互いにこう通り抜けてジャスティスだけマーキングされるっていうかわいそうな設定なんです。空中上げの範囲がすげえ広く見えるんですけど、さあジャンプ D めくっている、ダメ、あーっとこちら今回からアーマーがついております。覚醒の層を超えるぞ、やったね。あーガードシッカー裏 8K からしっかり決めて勝ったのはヤクセルメイ。じゃあ最後の1回戦は A バンダイでございます。刀さんのザッパとチャップさんのチップ A バンダイです。 B バンダイはおめでとうございます、 L さんのジョニーが勝利、早くしろ、おいチャップさんと刀さん、ザッパ使いの合いますね、こちらお願いします。ベスト8から1回進行かな、あこちらですね、確かに。確かに。Please select your character. やばい。今一回戦出すか。ザッパです。カタナさんのザッパとチャップさんのチップ。ザッパは非常に、なんか皆強いって言ってる人と弱いって言ってる人ですごい分かれると思うんですけど、それだけ使いこなすのはね難しいキャラだと思いますので、どうせ使いこなされたらすげえキャラ、クソキャラになるんじゃないかなと思います。いやー着手いいね、エヘビーガンマー剣がねこれなんですね、こうやって振り回すことによって場所を残して振ります。まずい、犬は出現したときになぜかびっくりして、さあそして幽霊の時は FB 今回のチップの前に入るとねバウンドします、というかなんかいろいろ説明しようとすると回りませんか、ダッシュです。レンダーの何が悪いんだ。さあ第2ラウンド確かに引き返す、さあ迷彩、そして今回二動画をすることによって見えません、俺の時はこれよりもっと見えなかったっていうところなんですけど、その時からしますね。さあ中西抑えていくよ、消せガンガン前へ入ったらここ20決勝で止めて FP ガンマ4フレームが取れているんでしょう、火がついて犬の首が引き寄せなんだって、この引き戻し、さあ何で逃がしてくれないか、もう早すぎてもわからん、助けダメ、もう相手がいいですからね、ここが固める、エロ入って、さあもうここマイクに抱いてしっかり見ている、ヒーレンスイープ、バックオンさせて、この足2本も、結構離してしまって、ジャンプに、そして、フライ脅威の幽霊、じゃない、まあ、幽霊なんですかね。あーっと、追いかけて、それはそんなありましたね。確かに確かに、ハンマー、当たってない、当たってやばい。さあ、走る。ガードをして、足切れ潰す。ここはどうなる、割と遠すぎだったんだけど、新しいガトリングとかがね、こういう感じに出る場所がね変わったとかね、あとこう早く来てくれーっつって入ってくださいよ、三角でも2種類で本当にね、ジャンディジャンディ、しっかりなんか本来ラストが前キャラ遅くなってるみたいなんですけども、立ち合いカウンターヒットからラストは繋がってました。ラスト前キャラ遅くなってるっぽいんですよ、だからチップとかも本物の面はあんなんじゃないって、みんなで目から鱗が出たら怖いだけだ、さあ、ハジ、おたまだ
ら本物のメールだ。インタビューからまたいとこつく。さあ、こいこい、これ崩れたら危ない。自由で落としてさあ、耐え切りたいが、ここがバースト返しに来る。あーっと、あれが関係ない。足悪いから、接触を止めて、ここ無理をしない、チャックチップ、着地下段から出し投げ。スピードスタート、これ危ない。ダメージ、5番を越して、もう悪いない。決め切りたいがどうする。ゲローが可愛い気分になっております。ゲローに可愛い人はありませんか。飛ばす、飛ばす。時間がないよ。もう5番が刺さって勝ったな、チャップチップ。お、素晴らしい。残り時間ジャストでした。じゃあザップからなります。はい、じゃあそれでは A バンドいきまーす。A バンダイ、アイン会対するは、タカ・アンジー、A バンダイ、B バンダイで、オンツーアクセル対するは、AGF アンジー、お願いいたします。あ、けど、今さっき A バンダイでやったから、B バンダイ行こう。AGF さんのアンジーが A バンダイです。あ、スタートボタン、あ、A で行きましょう。じゃあちょっとスタートボタン押して待ってくださいね。アインマンとタカさん大丈夫？ B バンダイ。オッケー。喉が痛え。お待たせしました。スタートボタンを押してください。 Please select your character。 Heaven or Hell。 さあ行きましょう。 A バンダイはオーツーアクセル対する AGF アンジー。さあ画面さあ表の警戒食らってしまって、オンまで決めて失礼がしたね。さあここで FB ジョクサー、あれにカウンターヒットしてしまうと大ダメージをもらってしまうので気をつけたいところ。もしかしあんな速いのどう気をつけろっていうね。体力があるときに技を出しながら取り組むんじゃないぞっていうね。おお、すげえ抜けたな。距離が離れると厳しい。あー、コパンをこすって、ここで金箔選手は AJ ハンジー。さあ開幕持っていた。おお、つながる、すげえ。さあ、あれがねえ、そうだ、ダウンを取れないっていうか不思議ですね。さあ警戒、関係ない。次当てるか、引き戻してジャンプからの、これはバーパイのラストコンボだったか。さあイスラ封じ、潰そうとしたんですけども逆にダメージをもらってしまって、こっち攻め出すと止まらないアンジー。タッチピーからうまく刻んでダメージ。そしてここはアンジーから今回キャンセルできるように何か狙ったんでしょうか。友人からゲラン、ここ連戦ヒット。じゃあ B ランダー柵の方に対するは先頭クサ、いつも通りの感じです。さあ今度踏んで、もう踏んでよー、カーリーポッター。あれ持続はあんのかな、連戦とかで一緒なんですかね。あれも構え技、あれ勝利点出たらやばい。さあハイソラフィニッシュのファウル、バースを使って仕切り直し、エントリー戦、タスピー、ここ発生するので、しかも動かないが、
ミエスからコンボ決めていく、冷静に対処していきたい。さあここで足払い、これはいい指導だった。やばそう、さあ耐久失敗、耐久失敗者に耐久有志ミエスからオン、さあ分からなくなってきた。ファイストラ風神からミスったが今回の足は勝手に出る。なあでポイント付きの打撃、マッチピーが止まる。エースから中段ハイスラ風神オンまで決めて、さあこの後の選択で悩む。ついにスライム死んだ気もするが、これは難しい判断か。しっかり勝って2回戦勝ちましたのは AJ ファンジー。難しい判断でしたね。